じゃじゃんと。2万600点持ちトン2曲。ドラ、ローソー、イリメ、カス。イリメ、カス。の E スワン待ちテンパイ。どうですか、皆さん。で、2万600点しかないと。で、E スワンの馬券を見ると、E は1倍ゲー、スーは1倍ゲー、かなりいいと、うん。かなりいい。で、まあ、闇点だとめちゃくちゃ上がれそう。リーチしてもめちゃくちゃ上がる。ただ、ローソー飛は、こうさんだわ、こうさんだわ。ローソー飛だ、激アツという、このイースワン待ち。どうしますか、これ。これ、どうなんだろうね。難しくない？僕的には、これ、黙るのはすごく勇気のいる選択だと思う。うん。そう。これ、リーチしがちで、3班違うんだよね、ローソー。ただ、手代わりはもう、ローソーだけ。まあ、一応、赤ウソがあるけど、おまけのね。うん、おまけの赤ウソあるけど、まあ、でかいローソーだけ。で、その間にもう、どうせ一数ワンとか上がって、まあ、一数めちゃくちゃいい街だわけよ、とにかく。マンズ程よいし。うん。そう、ローソー引きは死ぬほど偉い。ただ、イースは闇天ローンはもう本当に1000点って上がるわけだから寂しい。これどうすっかね。渋川さん、ここでは正解しか選ばれないからな。そんなことないよ、みんな。騙されないで。イースは引いてさ、フリテンリーチもさ、半端じゃなく怖いよね。だって、ローソーだけ狙ってるフリテンリーチなわけだから、もう押し返されたらもう、うひー、助けてくれってなるわけよ。うん。これね、岡田選手はね、闇天でしょ。これはね、同期終わるだと思ったね。今にも E 数は出そうなんだもん。いや、これで、ね、裏インタビューで聞いたけど、もう出たら見逃せないって上がるって言ってた。これはね、ハート強い。渋川ナンバーなら僕はね、リーチだね、これ。我慢できねえ。我慢ができん、これは。ただ、赤出しルールとかなら闇天にするかな。これはね、ちょっともう、イースは予想そうすぎてね、我慢できんわ。僕には。うん。我慢できない。見逃せないんだよね。何が我慢できないって。見逃せるならいいんだけど、見逃したらさ、もう、イースは3枚切れになっちゃってさ、ローソー引いてないし、フリテンリーチもいけないから、うん、なんで赤出しだとね、まあ追いかけられた時のダメージが低いから、赤出しだとね、イースワン引いてフリテンリーチ打ちやすいんだよね。羽つもが激アツだから。うん、で僕はね、もう無理なんだよ、これは。これはね、出ちゃいそうで。うん、堀さんリーチって、ああ、堀さんはよくわかんない。堀さんはもうあれだから、結果に応じて変えていくスタイルだからね。うん、ちょっとわからんね。だからこれはね、僕には闇手にできない。もう待てないと。そう、イースワンが出ちゃうんだもん。闇天にしたら。闇天したら出ちゃうんで、これね、本当に我慢の闇天して、でも我慢したら、これよ、これ。ここで、じゃあ、どうするっていう第2の選択で、ね。ここでリーチか闇天か。うん。で、ここで、お母さんピシッとリーチいったわけよ。うん。これもどっちもあるよね、闇天。闇天はマジで上がれそう。闇天はめちゃくちゃ上がれそうなんだけど、E数1が何度も言うけどいい街だから、めっちゃつぼれそうではあるわけよ。うちのアンチはテンパイした瞬間にリーチと叫んで、ローソーリーチと叫んでました。来たーって言ってたんだよ。アンチで通じていいのかな。闇天だとめちゃくちゃ上がれそうなんだけど、リーチでも結構上がれそう。で、羽つぼが激アツ。破裂もしたらもうトップに立つみたいな。これもどっちもあるね。これ難しいな。待ちのいい一数ワン待ち。打点十分。むずいね。これも。これね。闇天にしそうなんだよね。渋川ナンバーは。渋川ナンバーはね。闇天にしそうなんだよな。はい、正解じゃないんだよ。違う違う。一数ワンリーチしてるんだけど、うん。こうなったら、ちょっと、つも残り1、2、3、4、5、6、7かって思うと、つも残り7回で闇天ならばめちゃくちゃ上がれそうって思うとね、闇天にしちゃいそうなんだよな、これ。最初の一数あんまりリーチでこれ闇天にしそうだから、まあ逆で岡田さんと完全に逆になったんだけど。いや、リーチでもいいと思うんだけどね、羽つも熱いし。なんかもう、上がれそうなんだもん、一数は。あまりにも。あまりにも上がれそうなんだもん。親に数万通ってるし、親に仮に今来たらもう、どっちかはすぐ出してきそうだし、なんかもう、ポロリ、今にもポロリしそうというね。
馬強悪かったら、いや、順目が早かったらリーチだよな。順目で結構決まるかな。うん、まあでもリーチしても上がれそうなんだよね、相当。うん、だからリーチも全然わかるんだけど。僕は闇にしそうなんだよね。で、これが、まあ、結果ね。たまたま流局と。うん、たまたま流局ということでね。でもこれはね、いい。なんか、弾力のある闇天だったね。本当に。できない。怖くて。っていう感じだった。